この車は何だろうもうロールスロイスに匹敵するぐらいの快適な乗り心地ですね。さあ新型ですねあのちょうど2年ぐらい前の日本株勢やかなあの C クラスが出てまあそのディーゼルに圧倒されて10点入れた記憶があるんですけどまあその C クラスベースの SUV ということで GLC が今回上陸しましたねでその前にまあそのセダンとこの SUV の間に、まあ、C のオールトレーンっていうのがあるんですけど、まあ、それはステーションワゴンでちょっと車高が上がったやつかなかそれもすごくいいんですよねで今乗ってるのは2リッターのディーゼルエンジンですけど、まあ、これもいわゆる EQ ブーストといって まああのー、48V の電動化を使った、えー、タイプですね 17kW23 馬力ぐらいの、あのー、モータージェネレーターついてますから、まあ、アイドルストップも非常に復帰がしなやかで、まあ、こういう,こうミクロなあの電動 の電動技術の使い方っていうのもヨーロッパでは今かなり主流になってきてますねだからバッテリー V というのがすごく話題になるんですけど日本ではあのフルハイブリッドが話題になりますけども、まあ、こういうマイルドハイブリッドの使い方で今あるエンジン車をなんとか魅力的なものにしようという努力も実は怠ってないですねそこがやっぱり車作りの名手たちだなという気がします。 でこの GLC ですけど乗って驚いたのはとにかく乗り心地がべらぼにいいですね。でシークレスの時はちょっとやっぱりガソリンの、あのー、19インチぐらいのタイヤを履いた AMG パッケージがちょっと乗り心地が硬かったんですけどやっぱり SUV になるとこの,あのおっとりした感じがあっていいですよね。 だからこの乗り心地の良さにびっくりしたんだけど実はでもダイナミック性能もま悪くなくて、まあ、こういう路面がこうちょっと悪いところもうまくいなしながら走ってますね。はい、設定5 0キロ規制速度5 0キロ a c c l c a s ですね。まあ、このドライバーアシストシステム運転支援もレベル2ですけど。 かななりあの使いやすすくなってます今カメラで白線見て、まあ、車線の真ん中をねガイドしてますねであとこのハンズオンが基本なんですけど、まあ、万が一手離した時に従来はこのステアリングのコラムのトルクシャフトのトルクで見てたのでこういうふうに動かしてればあのドライバーがハンドルをあの握ってるって認識したんですけど今回から静電気になったのでもうこうやって触れてるだけでいいんですね。 ハンズオンなんですけど、まあ、グリップしなくてもこう握りぐらいで、まあ、システムはドライバーがハンドルに手を添えてるというように判断しますで今ハンズオンの状態ですけど電動パースで,で自動でステアリングをこう切り込んでいきますねでこれはハンズオンの状態での合法的な措置ですまあディーゼルエンジンなんだけど本当に EV みたいに静かですね まあちょっと内装がこうかなりポップな感じなのでまあこの辺はこれは AMG パッケージとかなんかオプションだと思うんですけどまあもっと質素なものが欲しい人はそういうものも選べますこのデジタルコックピットとあと MBUX というユーザーエクスペリエンス h e y ルセ r c から始まってまあいろんな機能がついてますね こののぐらいの R だととちょっと難しいのかなまあだからこういったところであの機能の限界がねどこにあるのかっていうのがちょっと分かりにくいんですけどでも手のひらでえとカメラで認識してえ自動ステアリングが機能し始めるとこの反動の手応えがグググってこうなりますから。 その触覚で実は機能の限界がわかります。まああとこのエンジンあのピストンの中に、えー、ナトリウムを封入してるんですね。でよくバルブにナトリウム封入っていうのは昔からあるんですけど、まああのいわゆる燃焼温度がこう上がりすぎた時にバルブの中のナトリウムによって で熱熱ををナトリウムが受けて、まあ、バルブ全体に熱を分散させるのかなだからこれもピストンのシリンダーのトップの内側にナトリウムが封入されている小部屋があって、まあ、燃焼室の高温にさらされたピストンのトップの熱がその中にナトリウムに熱が伝わってさらにそのナトリウムが。 ピストンの,その側壁に熱をうまく分散してそれがシリンダーの壁の方にピストンリングを介してまあ熱を分散させていくということでまあ熱が一点にこう集中しないのでまあ非常にシリンダーエンジン全体に熱がうまく分散されるという意味でナトリウム封入式ピストンなのかなと思うんですけどまあこれはメルセデス独自の技術ですね。 でまあ、この GLC にはあのないですけど A クラス B クラスには1.3リッターのガソリンエンジンがあるんですけどこれはもうルノーと包括的提携でもらう、まあ、ルノー側の技術もかなり今入ってますねメルセデスルノー日産三菱の包括的提携が生きてますから本当は日産もあの三菱ももっとこうメルセデスの技術が使われるんですけど。 まあ最近の Z の JATCO が作ったトランスミッションはメルセデスの、えー、9G トロニックのシステムをそのまま JATCO、まあ、に作らせたんですねだから Z のトルコエティというのはもうめちゃくちゃいいですね、まあ、まさにこれと同じものがついてるわけですねまあなんかね5 0キロで ACC セットしてタンパイク残ってきたんですけど、まあ、おしゃべりしてるうちにあの頂上に着きましたね そう細かく見るとね言いたいないことたくさんあるんですけどこの運転支援機能もかなり細かく白線の認識とか、まあ、あとヘッドライトとかですねオートヘッドライト、まあ、LED 使ったものねかなり細かくアップデートしてますねまぎ、あ、あれマなく今回の GLC はフルモデルチェンジなので、まあ、C クラスのフルモデルに沿って 今回、まあ、C のセダンから2年遅れで SUV の GLC が登場したわけです。はい、もう絶対おすすめはあのこの2リッターーディーゼルです、ね、まあそうだなあと衝突安全とかプリクラッシュもねかなり進んでて、まあ、横から速卒で車が近づいてくると、まあ、ミリはかカメラでその横90度横から来くる。 えー、車を認識して、即突する前に、このシート、だから今、右ハンドルなので、運転席のシートの右のえこの腰の腰から胸にかけたところのシートが、ボンとこう膨らんで、ドライバーをえー左側に寄せるんですね、中央に。まあ、それでドドアととライバーのの間の 空間を確保して生存空間確保という考え方によって即突におけるる乗員の保護性能を上げるそれはもう前に S クラスから始まった技術なんですけどもまあついにこの GLC にも搭載されてますね多分こういう技術は u l キャップなどのアセスメントで明らかになっていると思いますけどもまあやがて日本もあの j n キャップがありますから まあこのベンツを、ね、国,が国の事業で買い上げてぶつけるかどうかですけどちょっとなんかねプレミアムブランドぶつけるのもったいないなと思いますけどね一発で車全損ですから、まあ、とにかく乗り心地がいい本当に乗り心地がいいで今ここは路面舗装されてまだない昔のまんまの路面なんですけどロードノイズが静か。 だからもう音振動 NVH 乗り心地コンフォートもう完璧ですね、まあ、それでふにゃふにゃしてなくて高速道路走ってもまあ今第2東名で120キロぐらいありますからまあハイスピードでもしっかりした安定性を持ってますねまあバッテリー V のベブベブと言ってますけどやっぱりこういうね車全体の車作りはやっぱりメルセスは 王者だなって感じがしますね全方位できめ細かい車の進化が見られますね一点突破ではなくてねだからなんだろうオリンピックで言うとねあの陸上で10種目選手ってありますよねなんかそれがスーパーアスリートらしいんですけどもうまさにその10種目選手の,あのゴールドメダリストという感じがしましたまあこの車でちょっと長距離 行ってみたいなという気がしますいや今回ね GLC のディーゼル 220D 乗って驚いたのはこの車はなんだろうもうこのモデルは、まあ、ベースが820万ぐらいなんですけどオプションつけて1,000万、まあ、このぐらい出すとすごいメルセデス買えるんですけど今回やっぱり C クラスベースで。 SUV になったことでやっぱりサスペンションのストロークもあってあ本当に乗り心地いいですね上段抜きでこれロールストロースのゴーストとどっちがいいんだろうっていうぐらい乗り心地がいいです。であのトピックス2つあってあの実は四輪ソーダついてますでこれは最大4.5度60キロ以下の低速モードではリアが逆走に4.5度切るから最小回転半径がなんと5.1メートル。 でえー、60キロ以上、まあ、つまりハイスピードにおいては今度同位相で度ですから多分200キロぐらいで走ってた時の走る時のだから高速安定性よし乗り心地よし小回り性能が効くでディーゼルなんだけどもう EV みたいに静かでとる気でこの車は2リッターディーゼルですけども ISG というインテグレーテッドスタータージェネレーター。 これは急速トルコン AT の中にトルコンバーターの代わりにキロワットのモータータを入れたんです、ね、でもともと S クラスからあの登場した ISG と, IS という技術がまあ C クラス、まあ、つまりこのシリーズにまで降りてきたので、まあ、特にディーゼルと組み合わせると交差点止まると自然にエンジンがアイドルストップしてタイヤを12回,回転ぐらいモーターでコロンと回してエンジンがかかる。 だから本当にそのアイドルストップからの復帰もスムーズでまあこんなにきめ細かく車が進化しちゃってちょっと驚きましたね。でもう一つ予防検準の方はあはベルトスタータージェネレーター BSG これは DCT なのでモーター入れられないのでオルタネーターのモーターを使ってあの改正したりあるいはアイドルストップをしたりするんですけども。 やっぱりこの 9G トロニックの方はトロコンバートの代わりに 17kW のモータ入ってますからものすごく使い勝手がいいですねでもちろんそれを駆動するのは 48V です、えー、まあバッテリー EV の時代とかハイブリッドの時代とかって言われてますけどもこうした基本となるエンジンのエンジン車の気持ちよさをもっと高めていくようなこういう ISG48V 技術。 まあこれは EQ ブーストって呼んでますけどもこういったところにも1ミリのこう手も抜かずにですねしっかり進化させているところがやっぱりメルセデスのの車作りの凄みですねちょっとこの車驚きました。